Hey guys, Maggie's Beauty and the Speed. 今日も安田造船に遊びに来ております。そして突然ですが、ご報告があります。最近乗っていたこちらのボストンウィーラー18フィートちゃん、ここにある船の中で一番小さい子を、なんと私マギー32歳購入することにしました。イエーイ。まあ結構みたいな、急じゃない、早くないって思うと思うんですけど、まあもともと船を始めるにあたって自分の船欲しいなっていうところから実際スタートしてるので、乗るたびに会うたびに自分の子にしたいなっていう思いがありまして、まあ先日誕生日を迎えたのでもう買ってやろうと。でやっぱ買って自分好みにいろいろカスタムして、もっともっと船遊びをエンジョイしたいなという思いです。この子、前回もちょっと細かくいろいろ条件聞いたりとかして、金額面も本当に安田造船さんがマギー割引をしてくださり、なんとかこの金額だったら買ってもいいかなっていう金額になったので、ではオフィスに行って購入の手続きをしてこようかなと思います。もう愛しくなってる、私この子のこと。今日買うんだっていう目で見たらめっちゃ可愛く見えてきたんだけど、じゃあ行きますか。ということで、こんにちは。よろしくお願いします。安田造船の高田さんです。よろしくお願いします。船をね、はい、買います。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあこちら、はい、はい、ボート売買契約書を、はい、作ってますので、例えば傷があったり不具合があることはお互い見つけたらそれまで直さなきゃいけないよ、うんうん、であなたが見つけないとダメよっていうのもあったりとかするんですけど、これでちょっとサインをしていただいて、はい、はい、了解しました。はい、じゃあこれで進めていきますんで、早い、もうサクサクしてますんで、はい、ちょっと僕らの方からですね、はい、お礼といいますか、お祝いといいますか、はい、ありがとうございます。でっかい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいんですけど、多分この安田造船の中で一番安い船を買ったと思うんですけど、嬉しい、ありがとうございます。これ開けていい？そう、2日前誕生日だったし、それも兼ねて、え、かわいい、かわいい、さすがのチョイス、安田造船。玄関に置いて小物を置いたりとか、そうですね、使わせていただきます。ありがとうございます。やっぱカスタムしたいし、はい、なんか自分らしさを入れたいんですけど、いろいろいっぱいあるんですよ。やったー。基本的にこれシート関係の、はいはい、サンプルなんですけど、え、こんなにいっぱいあるの。そうですね、なんでレザー調だったりとか。え、これも。そうです、そうです。え、すごい、最近のはかなり進化してるんで、ね、すごい、かなりレザーに近いものも多いですね。こんな、これも。そうですね、アルカンタラみたいな。そうですね、これ一応このように。あ、本当だ、はい、まあ、防水となってます。すごい、ポルシェのカスタムでシンガー、はい、シンガーデザインっていうのがあって、はい、なんかなんとなくやんわりあのイメージがあったんですよ。クラシックカーを現代にして、外側結構派手な色で中がチェック柄が入ってるのがすごい可愛くて、それっぽいのもいいなとか思ってたんですけど、はい、ただ結構いろいろあって可愛くない？ツイード調とかもあって女性っぽくて、私っぽいかも、うん、とかで、実はですね、今日私今船購入させてもらったんですけど、お父さんもあのヨットを買いました。イエイ。ということで親子揃ってそれぞれの船があります。はい、ダーリーで、今日ね、お父さんも一緒に遊びに来てもらってるって。How's it going? もう悩みすぎて、わかんない、どれにしたらいいか。Yeah, this is hard. I know. 何色にするのが可愛いかもわかんない、船が。難しいっす ね, ね。でも、結構何でもありだと思いますよ。思ったようにやっていいと思います、うん、あの船のサイズだと。大きい船だと壁とか天井とかもあるんで、うん、それとのバランスがやっぱ出てきちゃいます、うんうん、結構何にしてもいいかな。船見ながらちょっと、もう一回イメージ、はい、分かる、はい、あ、そうしよう。これ持っていいですか、はい、持ち出します。ということでマギムーン号に
会いに来ました。なんかこうやって見ると思ってたより結構いじれるところありますね。そうですね。もう特に春塗り直したら全く雰囲気も変わりますね。変わりますよね、はい、やっぱ一番最初に自分が来る前に持ってたイメージはフロアをチークッドにしたいので、はい、それに合わせるならやっぱオレンジがいいかなと思ってて、うん、今こうやって見るとパネルになってるじゃないですか、ストライプとプレーン、はい、うん、はい、なんかそういう感じでもいいのかなと思って、そうですね、生地次第で選んでステッチ入れるとかパイピング入れていくとか、確かに そういうのはできるはできます、ね、それもいいかも。あとはそのチークもリエールチークにするか、うん、最近はあのかなりチークに近いチーク風のコルクとか、うんうんうん、そういうのもあったりとか。あ、でもそれでもいいですね。別にメンテナンスは楽なんで、そっちの方がメンテナンス楽な方がいいな。あとここの上の部分、はい、これ名前なんですか？これオーニング。オーニング一番の希望としては、はい、これが折りたたみ式、まず川のその橋の下に通りたいって言って、まあ前回のその船やった時に奈緒さんと取り外してもいいんじゃないかみたいな話があったんですけど、うん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 、でも外しちゃうとやっぱ日焼けが気になるから、ね、うん、高さをちょっと落として開閉式にするか、はい、可能かどうかは一旦確認してほしい、まあ、物理的には、うん、うちは造船所なんで、うん、作れるんですけど、うんうん、検査的なところとか、うんうん、それちょっと確認します。わ、はい、かりました。であとはデッキの部分っていうのかな、はい、ここクッションにしたいんですよ。なるほど、はい、布張りのクッション、そしたら結構みんなリラックスできるかなと思ってて、それできます。やる方法としては、うん、この形でクッション作って新しく、うんうんうん、置くだけになっちゃうと当然滑っちゃうんで、うん、止める方法何パターンかあるんで、うんうんうん、ホックで止めるか、うんうん、あとはあのマジックテープみたいなもので止めるか、うんうん、であと布地はここか、このクーラーの、だったらもう張り替えなんで、うんうん、簡単かなと思いますけど、難しくない。ちなみにこの後ろのこの部分、普段どういう時に使いますか、この部分って。ここも一応座れたりもするのと、うん、乗り降りの時にこう足ついたりもできるので、ここはあんまりやらない方がいいかもしれないですね。じゃあ布にしないで、ここはチーク、はい、ウッドにして、はい、それで言うとあっちもロープ取ったりするんで、うん、踏む可能性はあるんですよね。踏みは踏みますよね。耐久性強いものにするか、そうですよね、こういうだからこういうツルツルっと水弾きがよく、はい、じゃあ一応方向性的には本当にちゃんと外用の水に濡れても強くて汚れもさって拭ける素材がいいかな。まあ楽かもしれないですね、メンテナンスは。もうそこまでしか決まんないや今日無理。オンカメラでやってたらあとね 5,6 時間はかかるかもしれないまあ何にせよ今5月で、今5月中旬なんですよ、はい、やっぱ暖かいうちに乗りたいから早めに決めないといけないではある。そうですね、うん、まあ、乗りながらできたところから入れ替えていくっていうのも可能ですし、うん、確かに、うん、それはそうですね。そんなこともできますんで、はい、ご相談しながらかなと思いますけど。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、とんでもないです。よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします、はい、もう持って帰ってみてもいいんで、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、今いろいろ偽装について話をしたんですけど、私も作業することが増えてくると思うので、あの安田造船の皆さんが着ているこのチャコールグレーのつなぎとサロペットを特別に用意していただきました。イエーイ、イエーイ。お父さんには 6L 用意していただきました。みんなね、自分のなんか名前だったりとかなんかいろいろ刺繍が入ってるのが可愛いなと思って見てたので、うん、声だけのご出演なんですが、どこに入れられるのかとか、はい、ちょっと細かいことをお聞きしたいなと思って、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと開けてみよう。刺繍とかプリントとかの選択肢ってありますか？あります。アイロンプリントでやるのか、うん、刺繍でやるのか。お、はい、刺繍かっこいい ね。刺繍がいいよね。刺繍ですと、うん、ちょっと入れられる箇所が難しくなりますね、はい、このポケットのカバーっていうんですかね、うん、そういうところには入れられないな、うん、入れれないのね。これワッペンになっちゃうよね。うん、そうですね、ワッペンの方がいいかもしれない。後ろはここはできるね。後ろはできます。で、ここにマギー、うん、で、後ろに船の名前。みんな自分の船買ったら自分の船に名前をつけるんですよ。本当に自由でいろんな名前の船が並んでるんですけど、まあ私はやっぱり分かりやすくマギームーンの方がいいかなと思って、
じゃあこっちつなぎの方は刺繍だと、刺繍ですと、うん、やっぱりポケットのカバーにはちょっと難しいので、うん、その上になるの か、はい、みんなはここに入れてるんですか。つなぎの場合ですとここですね、うん、あ、本当ですか、はい、あ、じゃあ同じここに刺繍で名前入れて、うん、背中は、うん、結構大きいよね。大きい大きい、ザンなんて、はい、結構デザイン性つけないと寂しくなっちゃうかね。OK、わかりました、はい、じゃあデータ作ってお送りさせていただきます、はい、お願いします。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。実は私は考えてる、うん、え、お父さんもこんなデザイン考えてるのかっこいいんだけど。ヒーロン、ヘレン、ヘレン、詐欺っていう読み方間違えたかっこいい。 What is it? What's the、heron. concept? So you got the heron、uh-huh. You got the wave, 波、uh-huh. 波と鳥だ。 Yeah, and then you got the moon. Yay! That's me! めっちゃかわいい。あの、なぜか LL をご用意していただいてて、私は一体何センチだと思われてたのかって感じなんだけど、まあ、実際身長172センチで、まあでもちょっと大きいよね。じゃあちょっと M をサイド注文していただいて。でもここにマギーって入ったらテンション上がるよね。自分のってやっぱいいね。かわいい、楽しみ。はい、ということでちょっとずつ船に慣れてきたんですけれども、ちょっとね、次からもうちょっと長い距離だったりとか、あとはあの違うパーティーボートとかがこの安田造船にあるので、また友達呼んであのちょっと海に出たりとか、もっともっと船遊びを、見せていこうかなと思います。そしてこちらの偽装もどんどん進んでいくので、どんな船になるのか皆さん楽しみにしていてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録といいねボタン、そしてコメントの方ぜひよろしくお願いします。 See you guys next time!